やってきたことを出し切れたと思います。シューターとしてスリーポイントを1本しか決めれなかったけど、今まで練習してきた通りに打ててよかったです。辛いこともたくさんあったけど、支えてくれる仲間がいたので、こういう3年間を過ごすことができました。キャプテンとして辛かった時とかに同じ立場に立って話を聞いてくれたりしてくれました。愛媛県で1位になって、先生をもう一度全国の舞台に連れて行ってほしいです。みんなで協力していいプレーもあったと思うし、まだ足りない部分もあったなと思います。辛い練習も乗り越えて、仲間と一緒に乗り越えることができたので、すごくいい3年間でした。1年生はすごく元気よさがあるので、その元気よさを生かして練習中も試合中も元気になってもらったらなと思います。笑い合い肩を組んでた。